ネレトバ川に架かる橋、ネレトバの戦いは、1969年の、ユーゴスラビアの戦争映画。脚本は、ステバン・ブライチと、ベリーコ・ブライチ。監督は、ベリーコ・ブライチ。第二次世界大戦に実際に行われた戦闘、ネレトバの戦いに基づいている。アカデミー外国語映画賞に、ノミネートされた。ネレトバの戦いは、1943年。 ユーゴスラビアのパルチザンに対して、ドイツ、イタリア、クロアチアの枢軸側が合同で行った、戦略的な総統計画に基づく作戦の中で、起きた。これは、第四次構成としても知られ、ゲンボスニア・ヘルセゴビナのネレトバ川流域で戦われた。この戦いで、パルチザン部隊は、圧倒的多数の枢軸軍を出し抜いて、壊滅を免れ、最終的な勝利への道を開いた。 1943年、三年、数ク軍は合同で、ユーゴスラビアのパルチザンを根絶する作戦を企てた。ドイツ軍、イタリア軍、クロアチア独立国軍と、セルビア王党派からなる15万の軍隊は、避難民を加えて、総勢約3万人のパルチザンをネレトバ川西岸の谷間に追い詰めた。圧倒的に劣勢のパルチザンは、負傷者、病人も、すべて連れて行く。 という地と減水の方針のもと、多数の負傷者を抱えた野戦病院を伴っていた。それは彼らが敵の手にかかると全て処刑されてしまうからである。しかしその病院にもチフスが発生するなど、状況は絶望的だった。数軸側はパルチザンをネレトバ側の両岸から攻撃する態勢をとっていたが、パルチザンは自ら東岸に渡る橋を爆破してしまう。 これを、西岸の敵への自殺攻撃の前兆と判断にした。数軸側は兵力を集中すべく、大規模な配置替えを開始した。しかしそれは、パルチザンの計略だった。彼らは一旦破壊した橋に仮橋をかけ、手薄になった東岸に一気に渡った。ドイツ空軍による爆撃も共愛なたに間には、効果がなかった。こうしてパルチザンは苦境を脱したのだった。過去、 1973年4月2日、9日、TBS、月曜ロードショーで、全公編テレビ初放送されたが、日本では長らく DVD 化されてこなかった。2010年、イギリスのアローフィルムズ社から、ザバトル・オブ・ネレータとして、英語字幕版の DVD 画に発売され、日本からはアマゾン .co.uk などを、通して入手が可能である。なお、 イギリスの DVD リージョンコードは日本と同じであるがテレビはパル方式であるため NTSC 変換機能のあるプレイヤーを使わない限り本作の DVD は日本では PC 上でしか再生できない。2013年7月26日株式会社アネックより日本語字幕のついた DVD がデジタルリマスター版とインターナショナル版の2枚。 グミセットで発売された。ありがとうございます。